平成21年度植樹地の様子会の森公園は東京港の中心にある東京都江東区会の森に建設中の公園。1973年から1987年にかけて埋め立てられた1230万トンのゴミと建設発生度の上に立地し東京特部で最も広い公園となる。2005年2月24日に開催された第74回。 東京都公安審議会において投信された構想である。2007年から本格的に植樹を開始し、30年をかけて完成させる予定。面積約88ヘクタール。2016年一部開園予定。2020年東京オリンピックでは、カヌースプリントボート競技の会場に決定した。中央防波堤内側埋め立て地と、 道外側埋め立て地の間の水路を利用して、海の森水上競技場の建設が行われ、2019年5月までに施設が完成した。当地区では、1996年の全国植樹祭にて、当時の天皇皇后がお手植え、お手巻きを行い、2018年の第42回全国育樹祭では、当時の皇太子、皇太子妃が手入れをした。 資源循環型の森づくりを目標とするため、公園で使用されている堆肥は、都内で剪定した枝葉をリサイクルして作っている。所在する中央防波堤内側埋めた鉄地の貴族に関して、江東区と大田区が争い、東京都の和解案に対し大田区が反発して、裁判を起こしていたが、2019年の東京地方裁判所判決において、海の森水上競技場を含む、 海の森公園部分が江東区に帰属することが定められ、この判決を江東区、大田区の双方が受け入れる形で最終的に決着を見た。ありがとうございます。